創価学会の中側からで見えないことっていうのは僕は政権家だと思うの。要するに制度としてたくさんの主任副会長と本部機能を強化してと、そういったところっていうのはみんな、それは先生直接指導しない形でっていうことで、そこは感じてると思うんだけども、もう一つ重要なのはやっぱり政典化だったわけで、そのためにはテキストを閉ざさないといけないと。世界宗教で聖典持ってないものはないからね。逆に仏教が本当の意味での世界宗教にならなかったのは聖典化できなかったからなんだよ。仏典の数が多すぎるんだよ。で、聖典化っていうのは聖典の数は限定されてないといけない。それから閉ざさない。理論的には今後聖典が増えてくるっていうこと、これはキリスト教でもあるんだけども、実質的には閉じてないといけない。だから、これはその会見で三大会長を位置づけると同時に、やっぱりテキストも閉じないといけなかったと。人間革命と新人間革命が閉じてると。これ、人間革命が12巻で、新人間革命が30巻31冊っていうのは、独立運動が展開できることで分かるように、努力をすれば独立可能なんだよね。それからあともう一つ、日蓮大聖人を起点とする日蓮仏法、富士門流の流れを引く仏法のまさに中心であるところの創価学会からすると、やっぱり大聖人の御所っていうのは極めて重要と思う。それ1952年に作った御所、あの時っていうのは、ここも重要なんだけども、宗門がまだ離反してなかったからね。宗門によって創価学会が破門されて、池田先生が破門されたっていうのは外形的な事実なんだけども、私は宗教的な真実としては、日蓮宗主の宗門が離脱してったっていう、彼らは分離派なんだよね。だから分離してったと。しかもそれで分離したことによって、彼らの方から自分たち独自の御所を作ったと。だから彼らが御所を作ることによって、彼らは別の教団としての歩みっていうのを、組織的なことだけじゃなくて教学的にも始めたわけで、でその状況において、新しい文献学的な発展もあるんだけども、もはや1952年の御所では、やはり宗門と一緒にやっていたっていうこと自体っていうのが、宗門が離脱した状況においては、まさにご本尊と一緒で、それは密教の本尊を使えるのかと、信仰として自然にと、そこのとこで、宗門と一緒に作っていたこの御所が自然の宗教環境として使えるのかっていう、この感覚のところをさらに発展させて、池田大作先生の監修による御所を作ったことによって、これがいわば旧約聖書で、これで経典が完全に閉じたんだよね。それで御所は大きいやつだと読めるかなと思うんだけども、逆にこの文冊にして活字を大きくしたやつだと4冊だからさ、これもみんなで読み合わせれば読了可能なんだよね。そうすると、経典は閉じていて読了可能になると、ランダムアクセスができるのよ。ここで御所のここでこう言ってる、新人間革命でこう言ってる、人間革命でこう言ってると。そうすると、あそこのテキスト全ての中に、実は過去の歴史で起きたことと、現在起きてることと、未来の起きることの全部の原型が書かれてると。だからそこから数学でいうと、写像の関係で全てのことを導き出せるっていう、これがやっぱり世界宗教として重要なことだと思うんだよ。そしてみんな文書による指導、政教新聞による指導、それから少し共学に関心のある人は大学蓮記を読むと、こういった形の指導を受けて、またし、あので先生の言葉を通じた指導ということを通じて、テキストによる指導になれる期間っていうのは十数年。だから10年前のところにおいて、もはにまさやここの計画が立ったと。そして池田先生は7つの鐘で立秋千年までの長期計画を示してるわけだから、ここは何の揺らぎもないわけだよ。そして創価学会が空中分解するとか瓦解するとか言ってる人っていうのは、全く世界宗教の歴史に学んでない。創価学会自体が退潮するとかいうことはない。それからまたわけわかんないのは、衆議院から公明党が引くっていう議論ね。これはわけわかんない議論で、要するに全ての領域に日蓮仏法に基づく生活が及ぶんだから、なんで衆議院だけ及ばないのよ。だからそういうような、理屈が通らない話が今回多すぎたよね。だから創価学会はやはり盤石であるし、その盤石であるのは、せあの
世界宗教化してるからで、それなおかつその根拠づけるものは僕はやはり聖典家だったと、こういうふうに見たんですよね。